セルのやつってもう一回頼んで後払いになってるけど、お支払いしなくていいってこと。何のやつだろう、何のキャンセルしたやつ。それはお、やった、目標達成になった。なんか配信始めるときに秋をなんちゃらかんちゃらみたいなやつがあって、それに何か参加して配信しますかみたいなのあったからさ、それ参加して入っちゃった。トランキーロさん、ありがとうございます。何これ、かわいい。これ何、なんか細かくない、これ何が表されて、なんか降ってきた、なんか降ってきた、これ何のやつ。こんばんは。お、今日は今の服着たよ、だって嬉しい、ありがとうございます。いっぱい来てね。ワクチン接種2回目行ってくる、だって。え、すごいすごい、かわいい。なにこれ、カップラーメンなんだ。え、めっちゃかわいい。え、カップラーメン食べたくなってきたんやけど。めっちゃかわいい、ありがとう。超かわいいんですけど。なんでカップラーメン、最近なんかカップラーメンすごくない。コーディネートのやつ自動キャンセルされて、その点メールで再度購入ってメール来てて。あー、それはね、多分ね、どうしたらいいんだろうな。自動キャンセルされ、自動キャンセルされてて今払ってないってことだよね。後払い選択でお金払ってないってことだったら、まだお金払ってなかったら多分もう一回、多分もうそれキャンセルされちゃってるから、今多分なんて言ったらいいのそれ、エマのやつにお問い合わせで自動キャンセルになっちゃったんですけどって言ってくれたら、多分それで明日、あ、でって言って、また再度そのコーディネートの買ったやつを同じやつ買ってくれたら二度払いにはならないはず。それが後払いでお金払ってないんだったら、同じやつもう一回買ってもらって、お金は1回分だけお支払いしていただければ大丈夫っていう感じだと思うんだけど、一旦肘は今把握したけど、一応もう一回購入してもらえたら、あ、購入じゃない、お問い合わせしてもらえたら。合体カップヌードル今日買ってきた、あの飲み物みたいなやつ。飲み物みたいなやつだよね。あれ何なんだ、よくわかんないけど。ヤマリンのショールームは前回会えてなくて、会えない間までに定期的にやってたんですけど、今は週1でやるっていうのはもう今のところ決まってなくて、そうだから前みたいに週間に1回っていうのは今はないかなって感じなんですけど、配信はね久しぶりですね。いつぶりなんだろう配信。もはやいつぶりだかもわからないけど、ななみちゃんの方、ななみちゃんからってなんか SNS 投稿されてますか、個人で。あれ発表して以来じゃあツイッターでやってたんだっけ。月見パイはね今日食べた、ずっと食べてなくて、食べたい食べたいって言ったのに、販売の時食べなくて、そう、それで今日食べた。2週間ぶり、やばいやばいじゃん。
めっちゃ配信してなかったじゃん、ね、うん、でも最近昨日おとといだっけかな、普通になんかトレーナーみたいな、トレがっつりトレーナーじゃないけど普通にロンティーみたいな長いの着たけど暑くなかったから、本当に夏終わってるね今ね。残暑、これ残暑なの？それとも秋なの？どうなんだろうね。なんかのなんかどうもだったねと、できるにはエモい季節だね。確かに。なんか金木犀の匂いがなんたらかんたらみたいなやつちょっと見るけどさ、全然わかんない。そうそう、ここ数日カレンちゃんぐらいかな、あんまり外出てなくて。でもひじの中で2週間も配信してなかったら結構だよね。朝寒くて長袖着てたけどお昼になったすぐせん。確かに日中とね夜の寒暖差があれだよね。今服着てる？今は着てなくもないかな。見てた。着てるかって言われたらまあ着てるけど、着てないかって言われたら着てないわけではないみたいな感じ。まあ、ラジオだからさ。画面になったら結構グレーだけど。ああ、ありがとう、ケンケン欲しい。ウッディさんもありがとう。カップヌードルの具ってことなんだね。 BPM さんもありがとう。めっちゃ良くない？これ一生このさカップラーメンのギフトがいい。かわいい。どんな格好、なんて言ったらいいんだろう。これで外には出れない。なんか、なんて言ったらいいんだろう。下着プラスプラスプラスみたいな。わかる。ゆうやもありがとう。マジで可愛いこのカップヌードル。なんかカップヌードルってさ、可愛くない？なんなんだろう。ミニチュアとかにしたら可愛いよね。一生これがいいな、味。あー、今50周年なんだ。なんかカップヌードル食べたくなってきたけど、外出るのめちゃめちゃめんどくさい。カップヌードル、なんかウーバーってカップヌードルないんだっけ。本当にダメだよね。なんかさ、ウーバーイーツみたいな本当に便利なものが出てしまったらさ、わかる？なんかね、本当にダメダメ。赤尾のりおさんありがとう。なにこれ、なんかロゴもあるんだね。はじめまして。カップヌードルはね、醤油が好きだったの昔は。でも今はシーフードめっちゃ買っちゃう。シーフードとトマトのやつが好きなんですよ私。でもシーフードが最近多いかな。待って、マジでカップヌードル食べたくなったけど、コンビニ行くのはめちゃめちゃめんどくさいから。コンビニもできるの？ローソンとかできるよ。ウーバーでカップヌードル。ただのパシリ。確かに、そうすぎる。たーくんありがとう。ケンケンもありがとう。ポンもありがとう。チリトマト本当に美味しい。でもシーフードも美味しい。タークンありがとう。すごい、クラッカーもあるんだね。すごいね、何でもかんでもコラボしまくってるじゃん。これ言い方悪い。まあ嬉しい、ランクがどんどん上がってる。
バイトしてみたい。でもさ、最初さ、ウーバーないところだったからさ、こっち来た時とかよくウーバーしてたけど、もう全然よく使うようになっちゃう。使いすぎてる。今日ウーバー2回もしちゃった。外に出るのめんどくさくて。あ、でもコンビニあるじゃん。なんか急に海外のあれになって、駄菓子とかもあんだね。すんげえ。アボカドだって。カップラーメンないのかな。溺れる上にこのままでさよなら。あった。こんばんは。じんじんありがとう。玄関の砂場、あれからはなんかあれだったの。結局その後に家に友達が遊びに来るってなっちゃったから、もう片付けざるを得なかったわけよ、あの後にね。だから片付けたけど、片付けて結局そのビーズを全部入れたのね、クッションの中に入れたんだけど足りなかったの。だから今またプラスでアマゾンでそのビーズ頼んでるんだけど、本当に次は絶対開け方ミスらない。本当慎重にカッターで段ボールをやるって決めた。本当に。東京でウーバーイーツしてたら、あー、ワンチャン会えるかもね。それウーバーイーツする人側ってことでしょ。多分全然会えると思う。ヒーだってあれだもん、玄関の前に置くやつとかじゃないくて、対面でもらうやつにしてるから、会えると思うよ。かぶったらね。なんかお腹空いてきたな、ご飯の話したら。でもこの時間だからさ、やってるとこ少ないよね。わー、冷麺食べたくなってきた。え、待って、冷麺あるくない？家に。あ、冷麺あるじゃん。ひじ、冷麺作ろう。今タグさんありがとう、 TY さんもありがとう。確かにマクドナルドってすごい全部フルで言っちゃった。マックってさ、今発音よくなかった。マックマックってさ、こういうなんか季節の限定の時って忙しくなるから、スタッフさんとかさ、従業員さんは嫌だって言うよね。 TY さんありがとう。専属の配達員になりたいって、本当にめちゃめちゃ働いてもらっちゃうよ。今 TikTok を開いちゃいました、流れで。ごめんなさい。ドゥルドゥ。お、着々とランキングが上がっています。
ヌードル初めて見た。あ、そう、今ねイベント参加してるんです。え、ミクってマックで働いてんだ。ミンティアクドさん、ありがとう。最後の方笑顔がすごい引きつっちゃうもしかしてなんか握手会一緒の握手会してる。アイドルしてるじゃん、マックで。スマイルくださいとかマジで言う人いるのか。確かにいるのかな。そのセリフでスマイルなくそうめちゃめちゃ気分害してるじゃん、そのセリフで。3年ぐらいマックで当たると、え、レジェンドじゃん。全然レジェンドしてるじゃん。だからこのさ、あの写真のこの金色のブレスレットあるじゃないですか、これ写ってるやつ。これなくしたんだけど、どこ行ったんだろう。どこ探してもなくて最悪すぎる。これお気に入りだった、結構高かった気がするんだけど。本当にすぐねアクセサリーなくしちゃうのやめたい。あり、ありがとう。冷麺作ろう。みんなも一緒に冷麺作るの手伝ってっていうかなんていうか、ちょっと本当はウーバーしたかったけど、今日はいっぱいウーバーしちゃったから我慢しよう。よいしょ。喜んで、みんながいてくれるなら。2回ぐらい言われたことある。スマイルした後お客さんの反応に困り始めて、だったらやめてた。確かに言ったならね、最後まで責任持ってやってくれよって感じだよね。それはちょっと相手側に問題もある。ウーバーって何時まで来てくれるんや。どうだろうね。エフィのとこ結構遅くまで やってるけど、店によるんじゃない。やってるお店とか、あと別にお店がやっててもさ、配達員の人がいなかったら届けてくれないから、だから本当に今度店とその配達の人の仕事の量によるっていうか、なんていうか。あ、やだやだやだ。スマイル、やんちゃん小学生がニヤニヤしながら言うよとか言ってるかわいい。あの小学生なら許せるか。そう、今はお湯沸かしてる。かしちゃん、何がかしちゃん。あ、そう、咳がねマシになったんですよ。ちゃんとね病院、また今週病院行くんだけど、咳しなくなったよね。やっぱ病院っていうか薬ってすごいわ超普通なこと言うの。さんのポンコツ、カシちゃんとはね最近会ってないわけじゃない、3日間ぐらい会ってないんだよね。よく分かんない。明日会うけど、そう、でも薬がねもうなくなるから病院になんか再来みたいな感じで行かなきゃいけないらしい。
かさ、咳の症状とか出るときの一番最初のときってさ、やっぱコロナかかったわって思って本当に絶望なんだけど、でも逆にね、喘息でも良くはないけど良かったって感じ。なんかね、ワクチン早打ってほしい、飛んでる。そうだよね、ワクチン打ったらね、まあワクチン打ったらいいわけじゃないけどさ、まあ一旦ってところは、記事の周りの人もさ、どんどんワクチン打ち始めててさ、ワクチン打たなきゃな。喘息だよって思っててもさ、咳とか出てもでも電車とか乗っててさ、ただ普通にむせて咳しててもさ、えってなるじゃんやっぱり。だからひじもそれで喘息だからさ、今ミクがやってたみたいにさ、その対象だからさ、マジで外いる時に絶対咳できない。確かに、ひじも、あ、でも意外とひじの周りの子はさ、結構若かったりするからあれかもだけど、確かにワクチン打ってる人多くなってきたから、意外と少数派になりそうだよね。それはそうだ。副反応でも本当に副反応ってさ、みんなすっごい人それぞれじゃない？本当に本当に、あうち、はーい、半分が2回目終わったんだ。じゃあそのうちの半分ではやってないけど、梨送ってくれてさ、嬉しい。まだ1個しか食べてないけど、OK できた。確かに、ゆくみがさ、梨送ってくれるのってさ、もう恒例じゃないけどさ、ほんと毎年送ってくれるからさ、あ、もうそんな時期かって思うよね。梨って秋だっけ、秋か。よいしょ。もうほんとに、ゆくみのところの梨は美味しい。いただきます。
うん、久しぶりに冷麺食べた。もう冷麺の時期でもなくなっちゃうんだね。ピーちゃんの配信久しぶりに見えて嬉しいやって。ごめんね、ラジオで今日またちゃんと顔出して配信するからね。ごめんね、なんか咀嚼音ってんだっけ、ね、あれ苦手な人申し訳ない。地獄でしかないよね、顔見えないね。音しか聞こえなくて、その音が一番不快だっていう。で全然冬でも冷麺食べちゃう。お酢は必須。それで忘れてきた、そのコメントでお酢忘れてきたの気づいた。金曜日で21なんの？あとちょっとじゃん。てかさ、最近本当に思うんだけど、こんだけ日がさ2週間ぐらい、まあ、SNS とかも更新できてなかったわけで、こうやって配信やるってなったらさ、見に来てくれるみんながいるじゃん。でも、ま、最近、ま、自分の今後の将来のこととかを考えるタイミングが結構多くて、自分何したいんだろうなみたいな。今卒業してみて、自分が物心ついた頃からやってみたかった、ま、急に真面目な話になるんだけど、やってみたかったという表のお仕事は実際に中学校ぐらいで始められたわけで、普通に何だろう、結構ま、もう社会人とかっていう働くとかより結構前からそういうの、まあ、仕事じゃないけどそういうの始めてさ、で自分が二十歳になるかタイミング、まあ高校の時もまあ卒業とかっていうのは一旦考えたけど、まあまだ自分はもうちょっとできるかなっていうのがあったから続けて、でまた二十歳になる自分のきっかけのタイミングで、で裏方のお仕事もしてみたいって、今の自分は表の仕事もやってるけど、逆にその環境に、まあね、大きいグループだからさ、そういう環境とかが整えられてたわけで、自分が、まあ、芸能活動の中でもまだ、まあ、完全にすごい、なんだろう、十分だったとは言えないけど、全然、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、いい言葉が出てこない、全然満足できるぐらいの環境は整えられてて、でそこでずっと活動してきて、で自分がそこにもう甘えちゃってた部分っていうか、自分がその整った環境が当たり前だって思い始めて出た部分もあったから、だからこそこのタイミングでなんか違う自分が見てなかった世界も見たいなっていうのも踏まえて卒業して、で実際普通にその若い時からやってたからさ、一般の普通に働いてお金を稼ぐっていう風なことが分かってはいたけど、実際分かってなかった部分もあるから、普通にそういうのってさ、実際やってみないと分かんないとか、身に染みて感じないと分かんない部分とか大事さってあると思うから、だからそれも卒業してから一般の普通のお仕事もちょっとやってみて、で今は、まあ、芸能活動ではないけど、こうやって SNS か、まあ、インフルエンサー的な立ち位置なんかの今は、まあ、YouTube とかもそうだし、そういう風な部分で、まあ、そういうのもやりつつ、
まあ、芸能に携わった裏方のお仕事、そうもう今やってるんだけど、だからまあ言ってしまえば裏の方も表の方もどっちも手出して並行してやってて、で、まあ、今後ねこれから自分はどうしていきたいのかなみたいな、表も裏も経験した上で自分はどっちがいいのかなっていう風なのを今考えてる時期でもあって、そうちょっと一旦冷めまあでも二十歳やっぱりさ、そういう風なことも今いろんな大人の人とかさ仕事で関わったりとか、今新しくいろいろお仕事の関係で出会った人とかで、なんかそういう今後の将来の話とかいろんな話聞いたりするけど、でまださ言うて二十歳だからさ、やろうと思えば何でもできるわけだし、どっちかって言ったら自分自身が結局はさ今まで生きてきた中でやったことあったり経験したことがあるのってやっぱり芸能とか表の世界のことが多いから、今までの経験値的に、だから、まあ、自分がさ、まあ、やりやすかったりとか自分の良さを発揮できるのは、まあ、ひじがもともとアイドルだった時に好きになってくれてた人だから、それは表の仕事とかって表の仕事の中でも、まあ、アイドルだったりとかさ常にこう出てる仕事の人の方がまあやっぱ応援しがいがあるわけで、ってなったらなんかねどうしようかなって思ってるんだって考えて今悩んでる時期でもあるんだっていうのをちょっとみんなに伝えました。冷麺食べますもうやってるの？何を？芸能活動してる人のなんて言った運用とかさ、ネット系の仕事とかもいっぱいあるわけで、難しいよね。今度何かをするっていうこと自体がちょっとなんて言ったらいいんだろう、後ろめたい気持ちになっちゃって、好きだけどでもなって思うのがいつも上なんですよ。だからでも好き、結果的に見たら好きなの気持ちとちょっと嫌だなっていうプラスな気持ちとマイナスな気持ちで数えた時に、好きな気持ちがどれぐらいあってもそれをマイナスな気持ちが上回っちゃったら結果マイナスじゃないですか。だから好きだけどやったところで自分が苦しい思いをしながらやるのであれば、あえてそこで自分を追い込むことはないのかな。追い込んだ先に自分が何かしたいものを目標があるんだったらいいけど、
とか考えちゃうんですよね。本当こんな、なんか昔とかは、まあ、めちゃめちゃ子供だったし、自分の考えてることをなんかアウトプットするのがかっこ悪いと思ってたんですよ、ひじ。だから昔そのアイドルしてた時とかも、自分が嫌なことあったりとか思うことがあったとしても、あんまりファンの人にこう伝えるっていうこととか、嫌なこと、気持ち、自分の気持ち自体をみんなに話すっていうことがあんまりしたくなかったっていうから、でもそれは今も話せることもあるし、話せないこともそらあるじゃないですか、普通に。その業界の仕事してればしてるほどさ、内密にしなきゃいけない、表には公には出せないことっていっぱいね、バカ正直に全部話せばいいってわけじゃないからあれだけど、でもなんか今はさ、まあいろいろ経験を多少なり積んでるから、これを話していいことで、これを話しちゃダメなことっていう判断がちゃんとつくからこそ、今はなんか自分の気持ちも素直に話せる部分があるなっていうのはあるから、今は違う形で活動とかはしてるにしろ、みんながこうやって時間をかけてくれたり、お金をかけてくれたりして、記事にその何かをくれてるって、うちはでも難しいよね、やっぱり表向きの仕事の楽楽しさもな、壊れて食べたくなっちゃうんだよね今、卵食べたいもん。今日のミス言ってもいい？言い訳に聞こえるかもしれないんだけど、言い訳なんだけどさ、実際今日お昼にふと月見パイ食べたいと思って、で月見パイを頼んだので、月見パイとなんかさ、今限定でさ、なんだっけ、ゆずマヨなんちゃらみたいなやつ、わかる、ポテトのやつ、シャカシャカポテトみたいなやつ、あれを頼もうと思ったので、それとポテトと飲み物頼んでウーバーして届いて、でそしたらなんかなんかシャカシャカなんたらみたいなやつをピッと押したんだけど、それがなんかシャカシャカポテト元みたいな、味の元だけで、ポテトはまた別途で頼まなきゃいけなかったみたい でそれに気づかないで頼んじゃったもんだからさ、そのなんかその袋、味のちっちゃい小袋としか届かなくて、結局その月見パイと飲み物だけだったわけで、なんか それ、まあ、それでまあ一旦いいかと思って、でその後ちょっと過ぎぐらいにスムージー飲みたいと思って、でいちごとなんかバナナのスムージーみたいなやつをウーバーしたよね。だからそれしか食べてないの今日で、今冷麺に食べたんだけどっていう話超言い訳月見のシェイク飲みたい日もなんかウーバーでね、月見のシェイクなかったんだよね。君のシェイク飲みたいな、ないのかな、ウーバー。いつも家帰ってきた時とか
なんか水じゃない、いつも水は常備してるのね、家に。だからそれ以外の飲み物がないから、家の前に自販機があって、ねえ、なんかそこに売ってるやつでお気に入りのやつがあるんだけど、アクエリアスのなんかヨーグルト味バージョンのアクエリアスのやつがあるんだけど、それなんかめっちゃ好きなんだよね。ちょうどでもいいけど、群馬から届けるのに時間もうびちょびちょやんシェイクびちょびちょ。その前からの同級生の業界で裏方やってるの。あ、そうなんだ。でも一がやってるのはあれだよ、あの AD さんとか、あのそういう系じゃないよ。ディレクターとかのテレビ番組とかの裏方とかじゃないよ。裏方の仕事って言ったらそんな感じのイメージ強いだろうけど。タコタコ太郎さんありがとう。今日彼氏のロック画面をフィジちゃんの画像に変えておきましたやばすぎる。それ嬉しいけど、普通さ彼女さんとかって自分が推してなかったりしたらさ、女性アイドルとかが好きっていうのはあんまり嫌だっていう人多いじゃん。グレタの自販機専用のレモリア、へえ。あ、そう、守る乳酸菌ウォーターってやつ、それが今冷蔵庫に入ってて飲んだ。ゴリゴリ照り合わせでカメラマンやってる。あ、でもワンちゃん会ったことありそうだけどね、そういうのあったら。彼氏も山に押しになったんで大丈夫です、それはありがとう。最近進撃の巨人をね、なんか途中まで見てたんだけど、なんか漫画も途中まで見てて、映画じゃない、アニメも途中まで見てたんだけど、でも急に見たくなっちゃって、で超本当にハマったらすっごい一気見しちゃうのね。でなんか前、結構前だったから、普通に学生の時とかに見てたもんだから、だからどっか、ね、おー、始まっちゃった。危ない危ない、エピソード見ようとしたのに。で最初から見たのよ、ここ数日、3日間ぐらいでなんだけど、もうね今ねファイナルシーズンなの。やばくない？シーズン1から見始めて、今ファイナルシーズンの69まで行ったの。だから3日間ぐらいで69個見てる。やばいよね結構本当に超一気見しちゃうんだよね。でもネットフリックスだから、イントロ本編へ進むみたいなやつとか、イントロとか、あの最後の一番最後のなんだっけ、あれエンディングとか全部あのカットで、あと倍速で見てるの。ひじ本当にね全部倍速 1.5 倍速で見ちゃうんだけど、映画とかも、映画もアニメもなんだけどね、全部 1.5 倍速で見てるから、多分普通のあの長さよりは短くなってるはずなのよ。だから今日も配信終わって、お風呂とかでもう半身浴してたりとかして見たり、寝る前とかにもずっと見ちゃうの、暇さえあれば。だからメイクしながらとかもかけちゃうし、あとちょっとで終わるだから。69だから、こうやって75で終わりなんですか。この75で完結？これって意外とせっかちなんだよね。なんかところに時によるマイペースの、めちゃめちゃマイペースの部分もあるし、めちゃめちゃせっかちな部分もあるの。倍速してセリフわかる？それがねわかんのよ。なんか他の人とか一緒になんか友達とかはひじが 1.5 倍速とかで見たりとかしてたら、何言ってるか分かんないんだけどってよく言われるんだけど、でもひじは全然 1.5 倍速で分かんのよ。
なんならゆっくりに感じちゃうんだよね、普通のやつだと。と思ってせっかちだよね。来年の1月か、完結じゃないんだ、まだあるんだ。でもなんかそうなっちゃうと、なんか東京リベンジャーズとかも最初から見てなかったから、10話ぐらいまでなったぐらいの時に見始めて、でも一気見しちゃって、でそっからさ毎週頭でどん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 配信されてくじゃん。でそうなったらペースダウンしちゃうんだよね。だからもうできって、それをもうバーって見たいからさ超自己中後から見始めたくせに。ウォーキングデッドも秒速倍速で見てた。いや、ウォーキングデッドは自分一人で見てなかったから、ナミちゃんのママとかパパとかとも一緒に見てたから普通の速さで見てた。漫画は終わってるけどアニメは来年まだある。あ、そういうことね、アニメがまだ配信されてなかったってことか。ももちゃんありがとう。おすすめの映画とかアニメあったら教えてほしい。でも意外とね、ほんとにね、こんだけペラペラと喋ってるけど、意外とめちゃめちゃいろんなの見てるわけじゃないからさ、なんだろうな。今一が見てるのはネットフリックスでね、進撃の巨人と東京リベンジャーズと、あと私の ID はカンナム美人と、ゴシップガールと、分かっていてもも見てた。あとレミゼも見てるぐらいかな。かけぐるい、かけぐるいか、合ってる、かけぐるいで、かけぐるいは途中で終わっちゃった。シーズン2の1で止まってるわ。ヒロアカはね、見ようかめっちゃ迷ってんだよね。1.5 倍速出してくる。確かに 1.5 倍速で巨人たち走ってくんだよね、肘の場合。まあ一旦進撃の巨人を見終わってからにしよう。ヒロアカめっちゃ本当に肘の周りの人みんなヒロアカ見て、見ろ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 って言ってくるの。みんなヒロアカ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 って言うんだけどさ、長いよねヒロアカって。そこかっていう話なんだけど、じゃあ進撃の巨人も長いだろうって話から。劇場版もネットリックス。そうなの、劇場版って何、劇場版ってなんだ。
鬼滅もハマってた。鬼滅はねでもね全部見たんだよね。だからもう見てないけど。やばい、携帯の充電がなくなる。よいしょ。私ゲームやっぱりしたいけど。ザ・オーシーっていう海外ドラマ、そう、フールそう、なんか曖昧でね、それ言えないんだよね。ドゥンドゥンドゥン、やった158。ね、マックシェイクのさ月見飲みたかったのにさ、ウーバーないんだね本当に。どうして、頼むよフルーフルー。ヒロアカ5期放送、5期やんば、みんな面白いっていうか絶対面白いんだろうね本当に、外れじゃないよね。僕らはいつも心電心、二人の距離つなぐテレパシー、うわ肉寿司おいしそう、牡蠣食べたい、え牡蠣食べたい、この時間に牡蠣やってるんじゃないか、めちゃめちゃバカだね。マックシェイクの月見はなんだっけな、きな粉とかだった気がする確か。海鮮料理ってやったらさ、うなぎ屋とすき家と吉野家と出てきたんだけど、中尾が出てきたんだけど、全然バリバリの肉やんけ全然海鮮料理じゃないやんけ。オイスターバーマジで行きたい、ちょっと牡蠣食べに行きたい人探そう、友達で。意外とでも牡蠣好きな人多いよね、多くないね。広島行きたい、本当に牡蠣食べたいよ。でもそうそう牡蠣の時期じゃない、冬だよね、冬だよね牡蠣って、違うっけ。肉寿司専門の個室の居酒屋で決まる、そうなんだ、肉寿司大好き。じやばい、満腹中枢がやられてるっていうの、これってだからお腹空いてる風に見せて、でもこうやってあお腹空いて食べれる、まだ食べれるって思った時にた頼んで食べてもさ全然食べらんないんだよね、あるあるだよね。かき小屋行きたくない、本当にマジでかき大好き、本当にかき小屋で働きたい。でも働いたからといって食べれるわけじゃないんだよね。
ドライバーが見つからないんですって。ちょっと出ましたよ、このパティーン、このパティーン、このね、人がいないから自分で取りに行こうっていうねやつですか、もしかして。え、あー、ローソンが出てきた。二人の距離つなぐてる場所、なぜかオレンジレンジが頭から離れない。カキフライいいね。カキエキスのスープ飲みました。マジで残酷。余ったやつ片で食べれたり。てか最近普通に外出てた時とかにお寿司食べたいなって思ったら一人で全然入っちゃうんだよね、お寿司屋さん。ここ最近でね、1週間のうちに一人でカキじゃないお寿司屋さんね、3回ぐらい行った。お寿司屋さんでソロプレイヤーしてるわ。全然も一人で何かすんの別にそんなに苦じゃないんだよね。え、すごい、ウーバーでさアイスクリームを届けてくれるんだって。まあ、保証しないよってことだろうね、頼むからにはそういうことでしょうけど。ケラ、なぜオレンジレンジが頭から離れないのかわかりません。あ、ドナイヤってなんか聞いたことあんなと思った。たこ焼きか。何のお寿司食べるの。非常に一番ねエビが好きなんですよ、生エビが大好き。でもお酒飲むようになってからしめサバとか、あれ青物って光物って言うんでしたっけ、それ好きなんですよね。焼肉はいやどっちもだね、別に自分で焼く、自分で焼いてもいいし焼いていただいてもいいしっていう感じです。私は全然あの焼き奉行って言うんでしたっけ、あれとかじゃない、全然アジとかも、そうそうそう、なんか別に嫌いとかじゃなかったから、別にそのお寿司のさ普通にスーパーとかで売ってるやつとかのプレートとかあるじゃん、あれとかに入ってたら別に食べるよぐらいだったんだけど、普通にもう自分でもう頼みたくなっちゃうんだよね。お疲れ様です。たこ焼きは、いや白米って全然食べない、全然絶対食べないよってわけじゃないけど、ちょっと普通にカロリー気にしちゃう以上いやマジでしめそば本当に美味しいんだよね、しめそば食べたくなってきた。僕らはいつも一心伝心、二人の共立
テレパシー、一生一生この歌が頭から離れない。生肉を食べれる、生大好き、鶏刺し馬刺し大好き。サバって福井県なんだ、それは知らんかったな。え、この時間ってさ、お肉多いんですか？お肉すごいんだけど。てな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 、新米の時期今って、へしこ、あ、へしこってなんかクレナ言ってるよね。何者かは分かんないけど、クレナが言ってるイメージがある。もうこの間さ、おしちゃんがさ、ファミマかな、ファミマのチョレギ冷ややっこみたいなやつがめっちゃ美味しいよって言って食べたんだけど、本当にマジで美味しかった。普通に自分でも買おうって思って、本当にどうしてこんなにお腹空いてるんだ、こんな時間なのに、こんな時間なのに。どうしてお腹を減るんだろう。つるくない。お腹を減るのもつるくない。なんかおつまみ系にしようかな。少しサーモンガーイ。誰か止めて。サーモンガーイ。でも昔はなんかお菓子、ポテチとかお菓子とか、本当に
毎日食べたいぐらいだったんだけど、最近お菓子は食べたいと思わないんだよね。そこは私も成長しました。でもどうしてなんだろう、炭酸飲みたいの。どうしてなんだろう、どうして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 、でもさ、コンビニでさ、ウーバーしたらさ、コンビニの袋に入れてきてくれるのかな。コンビニウーバーしたことないからさ、完全にパシーだよね、それね。申し訳ない。全然頼もうとしてる今。家でいっぱいやった。でも最近お家でお酒飲まないんだよね、あんまり。先生よ。本当にね、タカさんありがとう。コンビニの服で来たんだ、マジ。コンビニの服で来るんだね。でもアイスがさ、パピコしかないらしい。そんな文句がないの。日用品も頼めるんだって、すんごすんごいじゃん。そんなパピコ頼もう。お腹が鳴りました。頼みました。頼んでしまいました。本当にごめんなさい。チップでも渡した方がいいのかな、こうなって。確かに自分が悪いよね、こうやってさ、ご飯見たらそらお腹すくわ。頼んじゃった。確かにちゃんとお洋服着たりしてないと。来るまでみんな待ってくれるかな。Sun is the sun.
最近前髪伸ばすかそのまんまにするかとっても迷ってるんですよね。どう思います？伸ばしてほしいだって本当に珍しい。アリが好き。そうだよね。でもそっち派が多い気がする。ああ、自分家のワンコちゃんに会いたいんだ、本当に。早くワンコちゃんに会いたいな。いや、伸ばしたいんでしょ。いや、でも意外とね、意外とどっちでもいいなって思ってて。意外とね。あ、なんかさ、今そのひじの家のワンコちゃんの写真をここにしようと思ったんだけど、こっちの iPad の方にその写真がなくてさ、エアドロップしないといけなかった。切る。お、やった、目標達成だって。トゥ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 、やめて、やめて、ティチーチーティーティーティー、なめなめなめ、シャバイチーチー、今はどこまでウーバーが来ている。まだ準備してる。ドゥ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 、なんか曲をかけたいな。この場所が現在なんだ。かわいいワンちゃん。かわひじがね、フォローしてるね。
今ワンちゃんフォローしてるよ、インスタで。何匹か誰フォローしてるっけ。あ、アラジャス、アラジャスチャンネルと、アラジャスと、ほんとに、どこだっけ、あー、あちまくんっていうね、いいのお友達の家の子供のあちまくんってこと、あとのヘラヘラのごたんくんと、あとね、うん、あんちゃんっていうね、あんちゃんっていうワンちゃんがめっちゃ可愛いの、マジで気になる人いいの、あれから見てください。結果動物だよね、本当に何も見返り求めなくてさ、あんなに可愛い子供だって人んちの可愛い、もういないよね。お腹鳴りました。私も見てスヌーピー、そうスヌーピーみたいな子なんだ。クックのインスタのアカウントはないね。クックのはないな。だだ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 だ、何時も大事にしようかな。ここは続くまで配信する、そうしようかな。今どこまでいるんだ。お、ピックアップに行ってます。頑張れ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 、なんでこの歌歌い始めたんだろう。ボンさんありがとう。Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.Thank you, thank you.
リハーサルね、リハーサルって気がするよね。そうだよね、そうだよね。突然さんの位置情報めっちゃ見ちゃって、確かに見てみます。お、ピックアップしてらっしゃるんじゃないですか、もしかしてこれ私の代わりにピックアップをしてくれているのではないでしょうか。そうですね、そうみたいです。最近オンライン授業を受ける気力がなさすぎて気づいたら寝ちゃってますって。なんかイクミがオンライン受けてるところの近くにいたことあるけど、なんかそんな感じだったわもうお通勤向かってますって。カムサムダ、マジでずっとお腹鳴るんだけど。届いたアイスを食べながら進撃の巨人を見てお風呂に入って、明日の朝は早いので備えたいと思いまする。遊び来たよ、だってもうそれ終わっちゃうんだわ。ドアパワーザワワザワワ、広い里君畑あ、うん、ケンケンありがとう。本当に久しぶりの2週間ぶりぐらいのあれだったんですけど、配信だったからさ、たまに真面目なことも喋っちゃったりしちゃったりして、これってなんて読むんだっけ、秩父あったら秩父、うーん、確かに今日の選曲マジでわかんないけどさ、エモい通り越してよくわかんない選曲口ずさんじゃってるよね。インテリアクズさんありがとう。ピーちゃんの足見えて元気出ましたってよかった。今なんか最近気分が晴れなくて、ずっと多分本能的にみんなに力をもらいに来ちゃったんだと思います、配信からそういうことです。ここまで届きましたでしょうか。トゥルトゥルトゥル、うん、なんかもたついてるよ、もたついてる、迷ってる迷ってる。ね、今度はちゃんと代わりで配信します。こんばんは、こんばんは。もう終わっちゃうけど
あとちょっとつきそうなので、そろそろランキングを見たいと思います。13位はティーアナ、ヒジの声が好きだって嬉しい、ありがとうございます。12位は M5 さん、ありがとうございます。11位は TY さん、ありがとう。10位はインテリアクザ、今もモギヒジ推しですみません、ありがとうございます。9位はジンジン、ありがとう。8位はタコタコ太郎さん、ありがとうございます。7位はタグさん、ありがとうございます。6位はユイヤ、ありがとう。5位はウォンさんと香港、ありがとうございます。4位はウッディさん、ありがとうございます。3位はマカオのリュウさん、ありがとうございます。2位は香港の KK7 レンジャーとナトリドンさん、ありがとうございます。そして10位はケンケンアットイジでした、ありがとうございました。今日はダラダラとラジオ配信だったんですけど、次回がそうなるかわかんないけど、タイミング見てちゃんと顔出しの配信もできたらいいなって思います。今日配信付き合ってくれてありがとう。また後ね。じゃあまたね、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ、あれ、消えない、バイバーイ。